今回は長芋をお送りしておりますね、あやまさん。はい。やっぱなんかあれやね、落ち着くね、二人だとね。そうですね。やっぱなんかおったもんね、今ジュニキングがね。じゃあまあ今日はなんだ、とろろとさっきの長芋の明太あえを紹介しましたが、はい、まあうちでね、オリジナルでやってる、まあ、とろろを入れただし巻き卵が非常に人気なので、そちらの方も紹介しましょうか。はいはい。じゃあそれがこちらになりますね。まあだしはね、またこちらの方に出しときますね。はい、うん、もう合わせてます。卵6個、6個分です。でこちらがね、まあ何くらいだろうな、 10g ぐらいかな。はい、とろ先ほどおろしたやつです。はい、じゃあこちらをね、もう入れて合わせていきましょう。いきます。ではとろろの方も入れます。はい、美味しそう。さあ、じゃあこちらのね、卵をね、今回私じゃないんですね、作るのね。おっと、誰ですか？あいもさんですか？いえ、僕も作ってないですよ。作ってない。誰だ？誰が作るんだ？こんにちは。すいません。あの、ここのスタジオって聞いたんですけど。あら。あなた誰ですか？私、あのカッティング紫と申します。紫。はい。あはははは。ここで撮影するんですよね。そうですね。あ、じゃあすいません、私が僭越ながら任せていただきます。いいですか？じゃあちょっとお願いしていいですか、今回。はい、すいません。すいません、わざわざあの有名なカッティング、お野菜カッティングチャンネルに呼んでいただけるなんて。初のね、コラボレーションということでね。どうだろうね、ちょっと卵を、ここのだし巻きは。そうなんですよ、とろろ入れるんですね。今日、どこから来られたんですか？今日はあの横須賀から来ました。横須賀から。はい。横須賀以上です。お名前の方ちょっとすみません、お願いします。はい、あ、カッティング紫ジュニアです。カッティング紫ジュニアです。カッティングジュニア紫。はい。あやまさん、聞いたことあります？僕ないですね。え、知らないですか？この有名な掛け声知らないですか？有名な掛け声、パーポカティン。あ、紫や。あ、結構じゃあ火今強めなんですか？そうですね、今もうほぼほぼマックスぐらいの感じで、油多めで、いきますね。はい。おお、ほら、適応かっこいい。適応がすごい。かっこいい。見せ場。いい感じですね、この香りが。佐々木さんの見せ場。どうですか？山芋ちょっと入れてるんですけど。そう、私いつも何も入れないで作るんでね。そうですか。この山芋。入れた結果がどうな、すいません、噛んでしまいました。久しぶりの出演でちょっと。どうなんですか？あ、そんな風に巻いてるんですか？この。そうなんですよ、やっぱ芯が大事な気がするので。そうですね、まあ、うちの店はね、この大きいフライパンをね使ってるんで、まあ、オーダーが入ったらね、毎回毎回こう巻いてね、アルバイトの皆さんも頑張ってくれてます ね。 そうなんですね。やっぱこれができるようになると一人前じゃないけどね、そこまでやっぱいけるかなと。やっぱすごいしっかりされたお店なんですね。そうですね、やっぱ焦がすこともあるよね、あやまくんね。そうですね、僕もよく怒られております。ね、でもこれがやっぱね、料理のなんか醍醐味だしね。紫さん、あの、卵焼きってこう簡単そうで難しいですよね。やっぱ奥が深いですよね。色一つ一つにストーリーがありますからね。1日何本ぐらいも巻かれてるんですか？もう最近は部下に任せてますので、私は一本も巻きません。はた、なんで読んだん今日。あやも、なんで読んだんこいつ。大変申し訳ございません。ちょっと一旦ちょっと怒るから、お前、なんでよ、お前、なんでよ、はい、じゃあね、あの、紫さんにやってもらったので、はい、これ私がね、カッティングしていきまーす。カッティング。こんな感じで。綺麗ですね。綺麗にね、寄ってもらいましたんでね。さすがです。さすがですね。すいません、遅れちゃいました。あー、紫さん、お疲れ様でした。あ、ジュニア。あれ、紫さん書いちゃいました。紫さん声が。あ、紫さん。見つめ合って喋らんでいいわ。じゃあちょっとカッティングしてみよう。じゃあ二人ともちょっとお願いします。紫さん今日来てたんですよね。そうなんですよ。うわー、見たかったー。どう。今日あれですよね。1209本目ですよね。そうなんですよ。うわー、残念。なんかお話面白かったですか。まあ、そうですね。そうでもない。そうでもなかったよね。なんかね、意外となんか、あんだけ登録者がおる割にはね。そうですね。まあでもやっぱ、
すごくうまいですね。動画では結構面白いんですけどね。山芋がね、でもすごい。ジュニアさん、切った感じすごい。これはちょっと試食用でね、ちょっと食べてみましょう。じゃあこんな感じでね、カッティングしましたんで。はい、すごく綺麗です、ね。じゃあこれちょっとトッピングしていきましょう。はい、かね、いくらですね。うちはまあね、いくらとネギと、なんや、明太か。明太ですね。あるんでね。3つの味を楽しめます。そうなんですね。はい、もさん、どれ好きですか。うわ、明太が好きです。僕はネギを中に織り込んだやつが大好きなんですよ。わかるわかる。俺はいくらが一番好き。いくらいいですよね。いくらでも食べれます。ほら、それはもしかしてのぞみです。いくらだけに。てれん。じゃあまあね、こんな感じで、はい、やったんで、もうちょっと上からどうかな。うん、こんな感じかな。 OK。じゃあこれでね、試食はちょっとこちらの。はい、はい、はい、食べてください。どうぞ。いただきます。いただきます。ふわふわ。うわ、うん、どう、まあ、この溢れ出るだし汁の中に山芋を感じますね、うん、そうね、だしがやっぱだし巻き卵やからね。あやまさんはふわっととろっとしてますね。なんかいいよね、ほんとこの、これはお腹にも、うん、心にも優しい、優しいお味ですね。いいよね。じゃあこれちょっと、じゃあね、家で作ってほしいよね。そうですね、うん、ぜひ買ってみてもらいたいです。フライパンさえあれば簡単にできるんで、ね、今回はまあちょっととろろ取ってくれる。まあ、明太あえとね、あとはまあ皮ごとね焼いて毛を取ってそのまますりおろすっていうねバージョンのとろろをね紹介しましたんでね、まあ、ぜひ皆さんの家庭でねすぐやれると思うんで、この季節が一番ね美味しい長芋になりますので、じゃあ皆さん、あの言葉で最後締めましょうか。いきますよ、せーの。